んにちは。こんにちは。今回5回目のハイドラフェイシャル治療になりますが、はい、今まで4回受けてきていただいて変化の実感はいかがでしょうか。少し肌の明るさというかトーンアップしたなっていうのがあって、そのもともと1回目を受ける前に使っていたファンデーションとかの色がちょっと暗く感じるようになってきたので、まあ、あんまりファンデーションを使わなくても大丈夫になったかなと思ってるのと、あとは朝とかだらつきやすかったのがなくなったかなと思って、なんかちょっと調子がいいお肌になったかなと思います。はい、ありがとうございます。拝見していても最初にお会いした時からお肌とても綺麗だったんですけど、やっぱりお肌のトーンもさらに上がって、肌色がすごくこう白くなったようにお見受けしますし、あとはツヤがすごくこう出てるなっていうのがもう拝見しただけでもすごく伝わってきますね嬉しいですね毛穴気にされてた部分とかもちょっとこう小さくなってきたなとかっていう実感はございますか。そうです、なんか詰まってるような黒ずみみたいなのが気になることはやっぱり減ってきて、まあ、毛穴がなくなるってことはさすがにないですけど、そのなんか厚塗りして隠さなきゃっていうほどではなくなったので、あんまり目立たなくなってきたのかなと思います。はい、ありがとうございます。周りの方の反響とかなんか、やっぱハリとかツヤは結構言われることがあって、マスクしてるとどうしてもここしか出ないんですけど、なんかおでこすごいツヤツヤになったねとか、なんか顔色が明るくなったっていうのは周りの人に言われることはありますね。周りの方に言われると嬉しいですよね。嬉しいですねより頑張ろうって思いますよね、うん、思いますね。またやりに来ようって思います。じゃあ今日もちょっと頑張って、はい、お受けいただけるといいかなと思います、はい、また施術の方させていただきます、はい、よろしくお願いします。少し左を向いていただいて、まずこちらからお薬をつけていきます。染みるところはございませんか。全然大丈夫です。そしたらおっしゃってください。また顎からいきますね。
鼻の下に。はい、ですよ、鼻にしてします
疲れ様でした。はい、ありがとうございました。今日もまた来れたの。はい、見えますか？あ、見えますけど減りましたね、うん、はい、1回目とかそれまでより。そうなんですよ。へえ。私も先ほど拝見して一番最初の時に比べると、うん、まあでもまだ浮いてますけど。そう、でも減ってると思います。だいぶ減りましたね、うん、あ、嬉しい。2週間でこれぐらい溜まるっていうことですよね。そうですね。あとは、まあ、前回の治療で取り切れてなかった毛穴の部分ももちろん全部を網羅できれば一番いいんですけどね、うん、なかなかやっぱりそのチップの先端が届くところと届かないところがあるので、うん、必ずしも2週間でこれだけ溜まったっていうわけではなくて、うん、前回取れてなかったところとか、前々回取り切れてなかったところも綺麗に今日また取れてるので、うん、よりいい状態に。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。施術終わりましたか？終わった後のお肌の感覚とか感触は触ってみていかがでしょうか？いや、すっごいもちもちで、なんかツルツルしてザラつきとかボコボコとかが全然ないので気持ちよくなりました。よかったです。拝見していても今はもうお肌ツヤツヤツルツルなのであの私たちもすごくお喜びいただけて嬉しいです。今ヒリヒリ感とかはいかがですか？もう全く今はないですね。直後は少しなんか肌を引っ張ったようなというか感覚はあるんですけど、すぐなくなるので今は大丈夫です。はい、今日5回目なんですけど、3回目に施術をさせていただいた時も終わった後少し赤みが、うん、あ、ちょっと今までよりもあるかなっていう感じだったんですが、今日も施術中からちょっといつもよりも赤みがあるかなと思って、施術が終わった後も少し赤みあったんですけど、もう今ほとんど引いてるので赤みは引きが早いかなと思います。ご自宅に帰られてから赤みがぶり返すこともございませんか？あ、ないですね。3回目の時も、まあ、ここでやっていただいて 3,4 時間後に家に帰って鏡見たらもう全く赤くなかったので、その後も特に何も問題なかったです。はい、ありがとうございます。今まで5回お受けいただいて、それぞれこう1回目から5回目まで終わった後の感覚、手触りとかってやっぱりこうだんだん変わってきた感じとかはございましたか？あ、やっぱり1回目の直後もすごい、あ、お肌ツルツルになったなって思ったんですけど、今の方がなんかよりしっとりというかもちもち感は増したように思います。で、まだこれからもこういい状態、いいお肌の状態はずっとこう続いて持続していくと思いますので、今までもスキンケア頑張ってやってくださってたと思うんですけど、はい、またちょっとしっかりスキンケアを頑張っていただくとより効果持続していくかと思いますので、はい、ぜひ頑張ってやってみてください。はい、頑張ります。はい、ありがとうございました。